アニメソングとコラボして北九州市で開催される花火大会でメイン司会を務めることになった人気声優の前田香織さんが北橋市長を表敬訪問しました。前田さんは北九州市出身で2017年に声優デビューし、ウマ娘プリティダービーのナイスネイチャー役などアニメゲームなどを中心に活躍しています。北九州市では全国各地で開かれている音楽に合わせて花火を打ち上げる芸術花火が来月21日開催されます。市では漫画の街を PR する一環として全国で初めてアニメソングとコラボすることを決め、そのメイン司会として前田さんに白羽の矢が立ちました。アットホームで大きいイベントにできたらいいなというふうに思っています。一緒に楽しんで盛り上げていきましょう。小倉北区の三国ワールドスタジアムで開催される花火大会では1万5000発が人気アニメソングに合わせて打ち上げられる予定です。